はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記でございます。本日は2月28日、水曜日でございますね。今日クリーニングの日なんですけどね。また行かなかったんですよ。寒いんでしょ。でも、マダムのところにですね、ご飯は食べに行ったんですよ。これね、今日はこれでございます。オーダーの、これつくねなんですけどね、ポン酢でね、すごく美味しかったです。で、これこっちはね、なんすか、白滝となんすかね、ミンチですね。これ入ってる。この方、すごい美味しかったんですよ。これでね、今日はもうちょっとゆで、ね、目玉焼き食べたくなりまして、ゆで卵じゃなくてね。ゆで卵はね、そこまで好きじゃないんですよ。これはね、目玉焼きが大好きなんですよね。で、これにね、醤油をべちょっとかけてですね、で、こう、一個は全部こう、ちょっとこのまま食べてね。で、もう一個はこのじゅるっと醤油にまぶしてですね、最後にこのご飯にですね、かけて、TKG、目玉焼き TKG っていうのをするんですよ。これが美味しいんですよ。単なる TKG よりも好きなんですよ。ね、面白い人でしょ？ね。そういうことなんです。それでね、今日の声優のお花はですね、これでございます。ケルショー。ね。これ、なんていうんですかね。コアニーだか、フワニーだか、よくわかんないですけど、字がね。まあ、綺麗ですよね、なんかね。330円ね。ということみたいですけど、すごく綺麗なんで、あの感じがね。ということで、まあ、ね。アシャリとね、撮ってまいりましたね。から今日ラブちゃんね、さっき撮ったんですね。ラブちゃん寝てたんですよ。またね、爪とぎんとこでね。でも近づいていったら起き出してね。今日もですね、おやつはね、やってないんですよ。朝方ちょっとニャーって、ニャー、ニャーって言ってたんですけどね。ちょっとこう、近づいてきてね。毎日あげると、飽きちゃって食べなくなりますからね。ちょっと少し辛抱するっていうのはね、大事なんですよ。ね、ラブちゃん。わかってる？ね。あんたのためにあげてないで。だからもうね。まあ、5週に2日ぐらいあげようかね。そうすると、ほら、おいしい。食いしてますね。おいしいでしょ？そうなるとね。ガブガブ食べてるじゃん、いつも。ね。もうね、ニュートロのね、あれをですね、この子からプイってされた時はね、ショックでしたよ。一体あとは、おやつ何をやればいいんだ、みたいな。しかしながら、ちょっとね、一週間ぐらいやらなかったらもう、すごい薬味ですね。ね、すっかりね、美味しくね、ガツガツ食べるようになりました。よかったです。はい。ということで、人間もそうですけど、あんまりね、高級なね、美味しいものをね、毎日毎日食べてると、それが当たり前になってね、飽きちゃうんですよね。だから、まあ、高級な美味しいものっていうのはもう、ほんと、たまーにね、食べるぐらいで、いいと思うんですね。そうするともう、美味しさがね、10倍、20倍になりますからね。ということで、ございましてですね、昔はよくね、高級フレンチとかね、行ってたんですよ。お高いやつね。現役時代ですよ。しかし、あまりよく覚えてないですよね。どこがどういう味だったかっていう。ね。ほんと覚えてないですよ。それより、まあ、コロナ禍でね、京都に今行ってですね。まあ、去年も京都行ったんですけど、まあ、京都のね、力士さんとかね、やっぱ美味しいですよね。なんかね、具体的には覚えてないんですけど、とにかく出されるのはみんな美味しいと。ね。いう感じなんですよ。やっぱ日本人ですよね。やっぱ京都のね、やっぱり出だすものっていうのも、その出汁の仕込みからね、やっぱ水が違いますよね、水が。ね。この東日本の水とね、それと京都のお水がね、全然違いますからね。まあ、それでも味がね、随分変わってくるんですよ、出汁の出方とかもね。そんな感じなんですね。うん。はい。癒されましたでしょうかね。ほんで今日の日経平均株価なんですけど、あれ、昨日も下げましたかね。今日も下げてますよね。ちょっとですけどね、31円ほどね。3万9000台います。で、トピックスもちょこっと下げてね。で、グロースはプラスですね。ちょこっとですけど。変ですね。で、ドル円なんですけど、150円が定位置でございますね。なんかみんながオルカンに投資するから、だから円安が止まらないんだとかね。そういうなんか説もありますけどね。そういうもんですかね。そんな言うこともんじゃないかと思いますけどね。というふうに思いますけど、うん、まあこれはね、外国からどんどんね、人が来ますよ、それは。で、それをね、うまくね、地方創生に利用すればいいんですよ。ね。だからなんだったらもう外国人にもですね、地方に住んでもらって、ね、地方なら OK ということにして、まあ、そこでいろいろやっていただくと。あるいはまあ、居住してね、お金使っていただいてもいいし、まあ、そういうのもやったらどうですかね。なんか、ね。お金持ちの、ね、田舎限定の、なんか、リゾートね。そういうのもね、そう、いいかもしれないですよね。なんかあれですよね、スキー場とかのね、バブルの頃のやつね、
越後湯沢なんかめちゃくちゃな値段らしいですけど。あ、なんかもう中国人狙いそうですよね。なんかね。それからですね、先物ですね。これは下げてますね。あ、3万9000円切りそうな感じですね。CFD もね。まあね、3万9000円節目ですからね。出たり入ったりしばらくするような感じもしますね。10年債の利回り 0.691 ですね。まだ7を割ってます。それから日経 VI ね、19.22 ということで、恐怖指数下がってますね。ボラが低下してますからね。ちょこっとしか動かないですからね。なので、マイナスでもね、恐怖指数が下がるというようなことなんですよね。それで、何ですかね、まあいいんですけど、これちょっとね、面白いのあったんですけど、これね、確固たる倫理観を持つ人材を、ね、次の社長にしたいということで、なんかこの宮田さんっていう副社長の方が、エネオスの新社長になってるんですけどね。なんかエネオスのリクエスト来たんですけど、エネオス扱うとね、油ぎっしゅなね、おじさんのセクハラ話になるでしょ？それはね、あんまりこう趣味が良くないな、というふうに思うんですよね。とんでもないですよね。もう今度は大丈夫かなと思ってたらまた会ったりするんですよね。でね、会社の体質って変わらないですからね。ということでございますね。ほんでね、ちょっとね、今日びっくりしたのがね、これです。アップルね、EV の開発を断念したそうです。これはクイックマネーワードなんですけどね。で、ブルームバーグですね、伝えたのは。で、10年がかりのプロジェクトをタイタンっていうのがあったみたいなんですけど、これを中止すると。事情筋の話として報じたと。社内は情報共有してプロジェクトに関わった約2000人の従業員ですね。これは驚きを持って受け止めたと。で、スタッフの多くはどこへ行くかというと、生成 AI なんですよ。出ましたね、やっぱりね。さすがね、アップルですよね。なので電気自動車なんかね、どうなるかね、わかんないわけですから。で、電気自動車よりももっと上位にあるのは、電気自動車を自動で動かしていくためのね、AI ですよね。それがもうポイントになりますよ。特に、このね、ジェネレーティブ AI ですか ?GAI とかです。AGI とかも言いますよね。アーティフィシャルジェネレーティブ、インテリジェンスですかね。あれですよね。AGA じゃないですからね。あれハゲの薬ですからね。ということですね。ほんでね、アップル、大株主はですね、大株主って誰なんですか？アップル。ノルウェー銀行。あ、そう。それが、急成長している AI に関するリスクを開示するよう求めたと。なるほどね。AI に関する報告を求めるはもうですよ。要するに AI をお前のところちゃんとやっとるんかいと。いうことですよね。そうなんですよ。シリがバカでしょ？だからね。まあ、あれですよ。アップルも頑張らないとね。いけないですよね。まあ、アップルはね、ちょっとサファリでしょ？ビッグデータといえば。あとね、もう一つはですね、iCloud 上に上がっている文字データですね。これはですね、まあ、承諾がないと使えないと思うんですけど、多分生成 AI のために活用することは可能だと思うんですね。iPhone ユーザーがね、もういっぱいあれですよ。iCloud 上にね、データ上げてるわけですからね。まあ、それが可能であればね、ある一定限度の、なんか原則を設けてね。であれば、まあ、いいと思いますけど、実際あれでしょ、マイクロソフトなんかは、ワードで上げてるデータを、まあ、結局は、なんか読み込ませてるんですよね。ディープラーニングでね。そういうことなんで、まあ、あれですよね。可能性ありますね。ということです。はい。これでですね、次ね、ニューグダウですね。昨日はですね、96ドル下げて3万9000ドル割れましたね。だから名目の名目の株価ね。これはね、日系の女の子が言うね。名目の株価も日本もこうなるということで。そうかもしれないですね。明日ね。というようなことなんですね。それで、ナスダックとナスダック100を上げてますね。ナスダックは1万6000ポイントまた乗せましたね。ナスダック100も1万8000ポイント間近ですね。で、S&P500 は非常に頑強ですね。5000ポイント切らないですよね。で、今ですね、CFD は下げてますね。結構大きく下げてますね。だから、先物に関しては、まあ、ちょこっとですけど、全部揃って下げてるというような、まあ、感じですね。あんまり調子良くないですね。何があったというわけではないと思うんですけどね。ユーロドルが 1.08 ですね。また08割れそうです。ドルインデックス104に舞い戻ってきましたね。原油が高いです。78ドル来ました。もうそうですね。それで、ビックス恐怖指数は 13.8 ということで、まあ低いですね。13は低いですよ。うん。というふうに、まあ思いますね。ほんで、今日はですね、まあ、看板にもありますようにですね、私ずーっと見張ってるんですよ。
このパナソニックね。やっぱりね、なんといってもね、何でしょう。日本のもう総合家電メーカーとして残ってるのはこのパナソニックぐらいなんですよね。あとはもうなんかぐちゃぐちゃになってるでしょ。それで、このパナソニックはこれ、前はパナソニックホールディングスって言わなかったんですけど、これね、ホールディングスになったんですよね。これね、いつだったかな。パナソニックホールディングスになったのは、これちょっとウィキなんですけど、これね、2020年11月の取締役会で決議して、2021年にこの社内カンパニー制というのがあったんですけど、まあ、疑似事業部制です。まあ、事業部制でしたね、これ言ってみたらね。で、それで持ち株会社に移行して、でそれぞれの事業会社にですね、の上に、まあ、この、ね、管理監督をする、いわゆる、その、なんていうんですか、ホールディングスが乗っかるという、そういう構造に、したんですよね。ほんで、今日ですね、私、あれなんですよ、パナソニックのですね、誰でしたっけ、社外取締役ね、と、のですね、パナソニックはですね、非常に熱心に、会場をやってまして、あんまり見たことないんですけど、要するにその、機関投資家とですね、それと、その、社外取締役ね、パナソニックホールディングスでしょ、この二人にね、いろいろその、なんですかね、その、取締役会の様子とかね、どういう考えで次のね、まあ、指名報酬委員会とかいうのもあるでしょ、で、それも考えてるのかみたいなことを、こう、要するに答えてるんですよね。それすごい面白かったんですよ。一人はですね、この沢田道隆さんっていう人ですね。この人、花王のね、会長ですね、今ね。で、この人が社外取締役で入ってて、まあ、あれですね、結構現場にもね、なんか入り込んで、いろいろ話を聞いてると言ってますね。と、もう一人はですね、この、富山和彦ね、さんですね。この人は、あれですよ。ボストンコンサルティングを出発で、まあ、要するにコンサルですよね。で、その後、やっぱ、名を挙げたのはですね、産業再生機構、この時の設立に参画して、まあ、COO を務めたところで、まあ、名を挙げたんですよね。そういう人です。で、なんかこう、まあ、要するに再生請負人みたいなね、JAL の再生タスクフォースとかもね、なんかサブリーダーになって、だから、稲森さんの下でやったんでしょうね。っていうのもこう、こういうようなね、二人がね、まあ、要するに、何ですか、こう、富山さんってね、お顔はこんな感じですね。結構ブリブリってしてますね。ね。というようなことでございましてですね。それで、これこう聞いてたらですね、いや、ちょっとひょっとしたら、なんか少しね、脈があるかもしれないな、みたいな。で、この社外取締役二人がですね、まあ、言ってんのはですね、相変わらず、昭和の会社だと言ってんですよ。ね。角間のね、とにかくね、もう、幸之助藩のね、作らはった、もう、会社や、なんで、ね。だからもう、悪言うたらあかんで、みたいな。そういう感じなんですよ、大阪のおばちゃんたちもね。うち森口やけどな、みたいな。ほんでも、まあ、幸之助藩も、もういっぱいな、おめかけが抱えてな、体が病弱や言うた割には、なんやらな、もういっぱいおめかけがいたみたいやね。な。まあ、やっぱな、昔の男はもうそれぐらいないとあかん。仕事でけへん。いやなね。お互いの間違いますよね。ほんまにな。昭和の頃は良かったで。カドバも景気良うてな。大阪も良かったわ。みたいなね。というようなまことでですね。それでまあ松下幸之助さんはですね、とにかくあれなんですよ。すごいね。立派なね、綱領をね、制定されとるんですよね。だからね、幸之助さんが、掲げた、綱領信条。ね。私たちの、順法すべき精神という三箇条なんですね。産業人たるの本分に徹し、ね。産業人たるの本分に徹しですよ。社会生活の改善と向上を図り、世界文化の進展に寄与せんことを期すと。素晴らしいでしょ？言ってることが。ね。おめかけにも言ってたと思いますよ。俺はな、そないなことをやるんや。な。せやから、まあ、ちょっとな。やんか、みたいな。は、な。俺のな、目かけになってくれへんかみたいな。そういう感じなんですけどね。まあ、それとこれは別ですからね。信条、工場発展は、各員の和心協力を得るに、あらざれば得がたしと。つまり、発展というのはね、それぞれのこの社員のね、この、和して協力し合う、ね、そういうことがないとね、なかなか、こうできないことなんだよと。各員、姿勢を旨とし、ね、誠を尽くすと。こういうね、ことを旨とし、一致団結、社務に服することと、こう言ってですね、これは信条でございます。
それからですね、最後に私たちの順法すべき精神です。これがね、なかなか立派なんですよ。産業報告の精神。国に報いるね。で、公明正大の精神。公明正大ですよ。だからね、常に公明正大、正しくあらねばならぬのですよ。そして、和心一致の精神。ね。だからもう、家族、なんて言うんですかね。いかにも昭和ですよ。和心一致の精神ね。それから、力道向上の精神。これはもう、奮闘努力せよというやつですね。で、礼節謙譲の精神。ね。つまり、礼節を尊んで、自分を、ね。控えめにね。あんまりこう、ね。高飛車じゃなくて、おらずにね。常に、こう、謙虚な心を持って、やるべしと。それからですね、順応同化の精神と。まあ、順応して、同化することも大事だよ、ということを言ってですね。で、感謝報恩の精神ということで、とにかくまあ、お客様とか、仲間とか、そういうものに、あるいは会社もそうでしょうし、感謝をして、それに、その恩に報いるという気持ちが、まあ、大事だというのがね、こういう経営理念なんですね。これはね、さすがにね、変えられないと思います。ね。そうなんですよ。で、工場発展ね。それでですね、まあこれ言ってることすごいね、立派なんですけど、とにかくですね、これ、不祥事ね。いっぱいあるんですよ。ナショナル FF 式石油暖房機の欠陥による死亡事故とかね。これは1985年とか92年ですね。お詫び CM の内容が、ですね、おおむねですね、ナショナル FF 式石油暖房機を探してますっていうね。ずっとやってましたね、そういえば。ね。これはもう素晴らしかったですね。でもこれはね、やっぱり松下幸之助の精神が生きてるから、そういう CM をやるんですよね。結構長くやってましたね、これね。推定300万台を無料で点検修理すると、まあ発表したらしいですよ。素晴らしいですね。それからその後ですね、松下製の小型ガス湯沸かし器死亡事故っていうのがあったんですよ。これはですね、なんか、パロマの湯沸かし器で死亡事故が起きたんですよね。で、林内でもあったんですよね。で、松下ですね。これ調べたら出てきたわけですよ。件数がね。で、パロマ林内の数字を大きく上回る27件ね、の死亡事故が起きたと。松下の湯沸かし器ですね。それからですね、エコキュートね、これヒートポンプですよね。これもですね、2013年に兵庫県内で圧縮機が破裂したと。鉄製カバーをね、突き破って部品やカバーの一部が飛散して、周囲にあったものを破損させる事故が発生したと。大変でしょ。原因なんかまあどうでもいいんですけど、リコール対象になったのはなんか103万台だったらしいですね。それからですね、インターホン安全審査での不正というのもですね、これは2020年ですね、に起きてますね。それからその他の不祥事はまあ申告漏れとか所得隠しとかね。結構あるんですよ。まあ、どこでもね、ものづくりやってればね、不良品って出るんですよ。問題はそれをですね、要は隠蔽するっていうね、ずっと。これが一番問題があるんですよ。ね。のっけからなんでございますけれど。松下は株は買えるのかみたいなね。買い時かみたいな話してるのに、のっけからこういう話してる。まあね。ところがですね、直近になってですね、これ日経新聞なんですけど、はい、これですね。2月1日、今年のですよ、ついこの間。パナソニックホールディングス系も不正40年、製造業に救う闇とか言ってる。すごいですよね。これ、クロステックですね。で、ですね、これアメリカの、UL 認証っていうのがあるんですね。これの UL 認証に関しての、その認証不正が、認証不正って次々と起こりますよね。で、UL 不正にですね、不正に手を染めてたことがですね、2020年1月に発覚しました。対象は車載部品や家電、半導体、各種電子機器の電子回路基板などに使う材料だということなんですよね。出荷先は世界で400社らしいです。ね。UL 不正はね、まあもちろんパナソニックだけじゃなくて、東洋坊とか、京セラとか、三菱電機とか、東レとかね、東レこの間あったんですよね。まあ、結構みんなあるんですよね。でもね、ポイントはですね、このパナソニックはですね、40年間これやってたんですよ。40年間。このパナソニックも40年でしょ。でですね、なんかどうも見てくると、要はここに書いてある内容を要約しますと、要するに、他社が作ってるでしょ、同じもの。そしたらその他社の作ってるやつを見て検査するんですよね。そしたらこれ UL 認証通らない数値じゃないって、まあ、わかるわけですよ。そしたらですね、そしたらそういうところは問題だから、抗議しようよってはならないんですよ。ね。これで通るんだったら、うちもやろうよって。ね。そうなるんですよ。
これがね、日本独特の同調圧力なんですよね。でもね、この UL 認証みたいなことっていうのは、まあ基本的にはですね、その、アメリカの企業だとですよ、この認証不正発覚とかいうことになると、巨額の賠償を、まあ、課せられるじゃないですか。だから、それも CEO の首は一発で吹っ飛びますよね。なので、基本的にはですね、やっぱ、そこはものすごく神経質になるんですよね。なんですけどね、日本、この大セルミライズっていうのと、もう、東レもそうですけど、もうみんな、グダグダですよね、これ、40年間。40年間そうですよ、これ。認証不正ね。要するに、ここのね、何年制ね、このところが問題なんですよ。燃えにくいってやつですね。ところはですね、何年材っていうのはなんか高いらしいんですよ。それで、その何年材の添加量を増やせば増やすほどですね、製品の、まあ、何年性は高まるんですけど、燃えにくくなるんですね。でも、一方でコストが上昇して、何年性以外の物質性は落ちるっていうことなんですね。だから、何年性とコスト物質性とはトレードオフの関係にある。だから、まあ、要するに、何年性を重視すれば、物性が落ちる上に、コストも上がると。だから、まあ、何年性は多少犠牲にしようと。ね。物性と、まあ、あと、コストね。コスト競争力を取ろうというね。まあ、こういうようなことがね。起こってるんですよ。だからね。だからですね。故にですよ。どこもやってるな、みたいな。どこもやってるから言っちゃうんじゃないですけど、株価上がらないんですよ、これ。私は前に検討したのはおそらくですね。まあ、こう2022年から私始めてますからね、YouTube。なので多分この辺1300円とか、このあたりで、一回なんか昔動画を撮ったような覚えがあるんですよ。パナ買おうかなと思ってね。でも、まあ、やめたんですね。見送ったんですよ。うん、当時ね。でもまあそこから1808円ぐらいまで行ったんですけど、それ以上行けなくて、ダーッと押してますから。で、これも1月にこの今、不正が起きてるでしょ。で、まあ、利益がね、直近の利益はま、すごいいいんで、まあ、ここ留まってるんですけど、これ落ちると思うんですよ。一回。もっと。空売りはいません。ただ問題はですね、やっぱ今このマーケットでしょ。とですね、多分この、こう、海岸持ってるね、1060万株あるんですよ、海岸がね。で、この勢力がね、降りてくるように思うんですよね。この海岸があるということは、ちょっとね、まあ、ここからね、さらに落ちてくる可能性が、なんかあるんじゃないかなと思ってるんですよ。なんで私ですね、正直言って、今日ちょっといろいろ検討しますけど、これ10月の時点ではもちろんこのニュースは出てないんで、これ結構きついと思うんですよ。決算説明会ではね、通期の業績予想に織り込んであるから大丈夫だって言ってるんですけど、またこう、心理はまた別ですからね。これなんでここで留まってるかっていうと、あれなんですよ。電池があるからなんですよね。で、要するに今パナソニックで、メインはですね、なんといってもですね、まあ要するに脚光を浴びるのはですよ。まず電池。ね。今ネバダでね、もう純然たる、米国製造の電池工場ね。で、IRA つって、IRA つってもアイルランドの、過激派じゃなくて、インフレ抑制法案ですよね。インフレ抑制法案の中に、脱炭素ね。それの予算がなぜか入ってんですよ。で、そこからお金結構もらってんですよ。補助金でね。あと、まあ、税額控除とかあったりしてね。それで、その電池がですね、いけるんじゃないかと。一方で、ちょっとテスラが、具合が悪いな、みたいなのがあるでしょ。で、テスラ自身が、まあ、電池の工場も自分で作ろうかしてますよね。なかなか難しいと思うんですけど。で、まあ、これがね、どうなるのと、それがね、剥落したら。っていうようなところで、まあ、ちょっとここら辺に留まってるんですけど、まあやっぱりそんな事業の中身とかよりも、恐怖の方が混ざった時は、こうダーッと落ちてくるかなと。そうなってくると、すごい買い時だなということで、まあ見張っとっていいんじゃないかなと思ってるわけなんですよね。うん。それで、パナね、これね、決算がですね、ここで出てるんですね。2月2日にね。すごい良かったんですよ。第3四半期累計、4、12月の連結、最終利益ね。これは前年同期 2.5 倍の3991億円ということで、急拡大。で、通期計画の4600億に対する進捗率は 86.8%。ということで、まあ、これ、いきそうな数字ですよね。これがですね、最終利益はですね、前年同期で 99.5% 増の1107億円に拡大して、営業利益率はですね、低いんですよ、意外と。3.9% から 5.8% に改善した。こうね、営業利益率が低いのがね、気に入らないですよね。全然言ってもしょうがないですけどね。というような、まあ、ことなんですよね。
で、どうしようかなと思ってるわけですよ。でも今ここじゃ買えないな、もうちょっと落ちてほしいな、あと200円ぐらい落ちてほしいな、みたいな。1200円ならいいな、みたいな。でもね、今でもね、これ割安なんですよ。PR7.3倍でしょ。PBR0.8倍じゃないですか。8兆4000億円ですよ、売上。すごいでしょ。さすがパナさんという感じで。伸びてきてますよ。まあね、これね、これ2007年あたり9兆円ぐらいいったんですけどね。4595億円来ててね。で、またこうね、ずっとこう下がってきてね。で、まあ、8兆4000億円で。何しろね、ここの会社ですね、なんか30年間成長が止まってるって言われてるぐらいで。40年じゃないですかね。だって、この営業益の最高は5756億円で、これ1984年なんですよ。ね。1984。1984年。これはですね、アップルがですね、マッキントッシュを出した年です。ね。ね。だから、それぐらいね、遡るんですよ。これでもう逆転するわけですよね。今ももうアップルの足元にも及ばないですよね。本当に。でも、だからまあ、要するに、くすみさんってね、社長さん。あとちょっとインタビュー、ちらっと覗きますけど、言ってんのもですね、もう30年間成長が止まってる。ね。昨日の JCR ファーマじゃないですけど、低身長のままっていう感じですよね。第3クォーターをこれ見てみると、3991でしょ？で、そうするとですね、これ、多分行くと思うんですよね。あと、そうですね、700億ないですもんね。最終利益のところ。これイファースなんで最終利益のところでやってるんですよね。それでこれがですね、まあ、こう営業利益率見てみると、まあ、良くて 7% ぐらいですかね。あと悪ければ 0.3 とか、になりますね。これコロナですけどね。まあ、大体 3% から 4% みたいなイメージですかね。あんまり利益率高くないですよ。それでこの直近のですね、12月期も、まあ、売上はともかくとして、利益はすごい伸びてますね。はい。というようなことで。でですね、財務なんですけど、これ、一株純資産が、ま、1550円なんで、まあ、一株純資産と純資産割れしてるんですけど、このね、有利子負債割りとはね、あんま信用できないんですよ。っていうのもですね、別の負債があるんですよ。それはですね、社債です。ね。だからそれがですね、まあ、入ってるものですから、0.38 倍とは言い難いんですよね。もうちょっとあります。だけどこれ、4兆1802億の自己資本あるでしょ。だから、まあ、あれですね。まあ、社債があると言っても、有利子負債が1位になるということはないです。まあ、楽天と違います。ね。というような状況で、まあ、おそらくですね、この4600億の最終利益は達成できるかもしれないなと思いますね。そうするとですね、これ配当ね、50円ぐらい出してくる可能性ありますよね。197円ですからね。で、過去で見てみたらないんですよ。197円も出た時が。132円が一番出てるんじゃないですかね。この時35円ですよね。で、197円で、ただ投資がね、結構そのネバーダ、オクラホマはやめるみたいなこと言ってるんですけど、要するにね、アメリカはもうとにかくアメリカに工場を作んないと、許さんぞと使わせんぞと。ね。で、アメリカの、ね、アメリカの、要するに中国は、が嫌なんですよ。だから、中国を締め付けようとしてますから、だからまあその、リチウムもね、できれば、アメリカの企業からね、その、いわゆる中国以外のところから調達したものを使って、それで電池を作れと。で、アメリカで。で、雇用を生むでしょ？でもね、人手不足なんですけどね、アメリカも。ね。なんですけど、やっぱそういうことをね、盛んにやろうとしてるんですよね。まあ、日本も今ね、そういうフェーズに入ってると思うんですよ。だからそういうふうにならないといけないと思いますよね。とにかくね、どんどん中国から戻ってこないと、まあ、中国でね、こう、もう、パナソニックもありますけどね。エコノミストなんですけど、中国と韓国で8割占めてる。CATS が、中国が 57.3% も圧倒的なんですよ。まあ、なんですよね。BYD がね、とかね、電気自動車がいっぱい、ね、国策で走ってるでしょ。あれがどうなるかわからないですよ、末路がね。おそらく僕は厳しいと思います。ね。電力がないですもんね。それで何ですか、石炭をね、どんどん燃やして CO2 出してね。どこが脱炭素だみたいなこともありますし。なんか難しいと思うんですよ。で、まあ、昨日申し上げたように、ちょっと私ね、自動車の部品のね、そういう、特にエンジン関係ね。そういうところをちょっとね、なんか探そうかなと、割安なとこありそうだなと思って、ちょっとね、考え中なんですよね。そしたら今日ね、探してたパナソニック見ちゃって、そうだ、今日パナソニックちょっと見てみようかなと思って。私も久しく見てなかったもんですからね。なんだお付き合い願ってるんですよ。それでまあ、こうガーッとね、中国がね、来てて、で、韓国が 25.9% で、韓国大したもんですよね。で、サムスンが1位じゃないですよ。LG が1位なんですよ。LG 電子ね。
なんか四角いマークの子、ニコちゃん顔みたいな。あのマークね。NG ですよね。で、パナはこんだけですよ。ね。ですね、8.7% ね。で、車載電池って2015年には日本がね、51.7% 持ってたらしいですよ。それがもう、あっという間にね、こういうことになっちゃってるんですよ。だから、これまでパナが何してたのっていうことになるでしょう。はっきり言って。37.1% もこの時は持ってたんですよ。で、それから成長してないんですよ。で、ダメですよね。はっきり言って。だからね、まあやっぱね、なんて言うんですかね、こう経営がですね、あんまりドラマチックじゃないんですよね。今、くすみさんって、こう今言いましたけど、京都大学に出られてるんですよね。で、一応もうパナ一筋ですね。もう技術者ですよ。で、奈良の出身でね、奈良の方いいんじゃないですかね。私は、ね、意外と高市早苗さん好きなんですよ。ね。はい、美獣がいいんでしょ、美獣がね。美獣が。小池さんよりいいっすよ。まあちょっと年齢が違いますけどね。まあどうでもいいんですけど、このくすみさんね、今率いてて、それでですね、この人がですね、2年間はまあ封印すると言ったらしいんですよ。何の封印かよくわかんないですけど。それはですね、いろいろごちゃごちゃやらないよと言ったんですよね。2021年ね。で、2年間の封印が今度の2024年4月1日で封印が解けるらしいんですよ。で、何の封印が解けるかっていうとですね、このパナのですね、そのホールディングスにした意味というのは、このホールディングスはもうこれを監督すると、管理するだけと。要は、どんだけキャッシュフローが上がってるかと。目安はそれなんです。だからまあ看板にも掲げてますように、このくすみさんがですね、ちょっとお顔を見せましょうか、お顔。お顔これね。これ。こういうお顔でね。ちょっとイケメンですよね。京都大学。ね。なんかここに経営にね、共存、共栄とか書いてあるんですよね。だから幸之助さんでしょうね。ということで、こういう方でね。まあ、こう、あれなんですよ。オートモーティブの、なんか、社長やってたみたいですね。オートモーティブっていう部門があって、そこの社長がやってた。社長って言っても、社内カンパニー制なんで、完全に分離してないんですよ。で、要するにですね、このですね、このパナソニックホールディングスができた意味合いというのはですね、要は、ここがですね、そうですね、それぞれのこれ、全部事業会社として、社長がいるんですよ。これでですね、パナソニック株式会社ね。これはですね、家電とか、空調機器とか、まあね、そういうものとか、燃料電池も扱うっていうね。そういうような会社ですね。まあ、大体私たちがイメージするパナソニック。ね。あれね、でもね、これ読んでいくと、すごいよくわかるんですけど、美容家電あるじゃないですか、ヘルスケア系の。まあ、売れ筋ですよね。パナソニックではね、結構強いですよね。あと、電気シェーバーとか、ダムダッシュとかね。それから、ドルツとかね、こう電動歯ブラシね。私もドルツ使ってますけど、ナノケアですよね。これヘアドライヤーでね。これも有名ですよね。結構高いですよね。だからこういうの売れてんですよ。イオニティとか、あと、まあ、ソイエとかね。これ女性用の除毛とか脱毛のやつですよね。で、こういうやつね、なんかすごい売れてるじゃないですか。いいんですよ。で、業務用もあるしね。ですけどね、これって、元々の、松下の、じゃなくて、松下電工ね。これまあ、吸収してしまった会社なんですけど、この松下電工がやったんですよね。で、これがね、松下電工からパナソニック電工からの製品ということになってて、だから外に、まあ、出てた、松下電工って元々外に出てた会社みたいなんで、そう、これ概要でね、ここあるように、ですね、松下電工ね、これは元々外にあった会社なんですよね。で、これをですね、まあ、合併して、それからあと三洋電機ね。これを連結対処してます。三洋電機って、なんか、あれですよね。なんかドラマありましたよね、幸之助さん、NHK でね。なんかあれでしょ？隕石関係っていうか親戚なんでしょ？三洋電機の創業者ね。あの人名前何て言ったっけな。忘れましたけど。ね。で、結局ハイアールに売りましたよね、中国のね。そういうようなことで。まあなかなかね、パナソニックは、それなりのものがですね、まああるんですけどね。まあ電池は、まあエボルタが、まあ、元々の、まあパナソニックですよね。で、あとエネループですか？あれが三洋のやつですよね。まあ、そういうようなことで、まあ、電池はかなり前からやってるんですね。なのでまあ非常にこう優秀なんですけど、このパナソニックホールディングスができたというね、まあそういうことで、まあこの、まあ、中核となるこのパナソニック株式会社というところに、まあ、こう後で見ますけど、まあ、クラシアプライアンスとかね、
空室空調とか、まあ、こういうのは、それぞれの、またさらに、事業会社がこう、あるんですよね。それからパナソニックオートモティブシステム株式会社と、これも株式会社なんですよ。これは車載のシステムとか、コックピットの統合ソリューションとか、車室空間ソリューション、こういうのを扱う会社です。それからパナソニックエンターテインメント&コミュニケーションという会社もあって、これは映像音響通信機器ですね。で、いまいちですね。で、パナソニックハウジングソリューションって昔のね、パナホームって歌あったじゃないですか。あれね。あれでございますよ、これ。住宅設備とかね、建材製品の製造販売、エンジニアリングやってると。それとパナソニックコネクトね、これ、樋口さんね。一回ね、外へ出ちゃって。で、また壊れて舞い戻ってきて。ほいで、もう、カズマは嫌だと。大阪弁聞きとうないわ、見て。ほいで、ハマリキュンとこにね、会社自分で移転しちゃってね。ほいで、もう俺は俺でやるよ、みたいな。ほいで、このパナソニックコネクトっていうのがですね、ブルーヨンダーというね、ヨーダみたいな会社ね。ブルーヨンダーちゅうのはですね、あれなんですよ。サプライチェーンマネジメントの、システムの会社なんですよ。システムの。なんか、ウォールマートも利用してるらしいんですよ。ね。そういう会社なんかってですよ。だから、ソフトウェアですよね。ブルーヨンダーは。基本的に。で、サプライチェーンのね。サプライチェーンマネジメントシステム、例えば需要予測とかですよ。まあ、そういうようなことも含めて、このサプライチェーンの、システムっていうのはとても大事なんですよね。だから、それ見越して、なんすかね、7800億ぐらい使ったんすよ、これに。もう、樋口さんずっと言い続けてたらしいんですよね。で、やっとこさ、なんか認められて。というのも、やっぱそのパナソニックっていう会社そのものは、要するにね、なんかね、その時にね、なんか18人ぐらい役員がいるらしくて。なんか18人の役員もいるとですね、もう誰も大体発言しないと。私は、平気ですけどね。何でも言いますけどね。だけど、やっぱそうなる見たんですよ、日本人って。なんかね。物言えば、唇、サムシ、パナソニックみたいな。そういう感じになってね。それで、何ですかね。通らなかったみたいなんですけど、とにかくこんな、よくわからないわけですよ、そんな。サプライチェーンのね、マネジメントのソフトウェアだとかシステムだとか言われてもね、それはどんな形してるのみたいな。冷蔵庫みたいなのとか、洗濯機みたいなのとか、そういうふうに頭がいくわけですよ。とにかく昭和の人が多いですよ、役員がね。多い方だと思いますよ。まあ、この、今の人としても昭和ですけどね。でも、その中でも昭和な会社なんですよ。まあ、昭和が悪いわけじゃないです。今、昭和ブームですからね。私はいいと思うんですけど、その昭和の、捕らまえ方というか、捕まえ方が良くないように思うんですよね。で、このパナソニックコネクトっていうのがあって、まあ、エンタメ向けのソリューション。アビオニクスっていうのはですね、これは飛行機の、こういう感じですね。こういうふうな、この、レーダーとかね。これ、こう、機種にこう入れるやつなんですよ。だから、これもすごいね。大事な技術なんですよね。そういうようなことで。それからですね、パナソニックインダストリーっていう会社があって、これは電子部品ね。それからメカトロですね。から制御デバイスね。まあ、FA とかもやるんですよね。ファクトリーオートメーションみたいな。電子材料、それからモーターね。っていうようなことですね。で、パナソニックエナジーね、話題のね、これ電池です。一次電池、二次電池ね。で、こいつがね、もう巨額投資なんですよ、今。巨額投資。すごいっすよ。それはね、補助金ももちろんアメリカから出るんでしょうけど、パナソニック自体もですね、もう巨額に投資しなきゃいけないですよ。40億ドルね、ここは出てますけどね、5900億円の巨額投資って言ってますけどね。これ日経ビジネスですね。30年度までに、22年度比4倍となる200ギガワットの、要するにまあ生産能力ね、そういう電池を作る生産能力。それでまあ工場を作っていこうということで、ネバダとかね、そういうところにね、賞味期限とか言って、賞味期限はありますよね、何でもね。賞味期限は、頼みの技術の賞味期限は、去年6月ですよ、これね。そうそう、カンザス州だけでこれ40億ドルかかるんですよ、5600億ね。で、ネバダに作るでしょ。で、オクラホマって、オクラホマなんかちょっとやめたって言ってるみたいなんですけどね。とにかく北米にとにかくね、全振りしないと、もう危ないわけですよ。中国なんかで作ってる場合じゃないわけですよ。北米集中戦略をとって生産能力2030年度に4倍となる200ギガワット、ね。1時間あたりね。で、電池事業の売上高を3倍とする3兆円に達する目標を掲げていると。構造改革に奔走してきた同社にとって、ここ10年ほどなかった規模の成長投資だと。言ってますね。大勝負をかけるパナソニックホールディングスにとって、車載電池の最大の優位性はその性能の高さ。鍵を握るのが電池の事業会社パナソニックエナジーね。今出てきたところですね。グループの最大顧客である米テスラに供給する NCA 円筒計画の、これがいいらしいんですよね。
それでトヨタと組んで作ったなんか角型のやつっていうのはもうトヨタに渡しちゃったんですよ。で、だからもうトヨタと協業はちょっと難しくなるかもしれないですね。トヨタも全固体電池の方向としてまた行ってますからね。で、なんでスバルとかマツダとかとね、パナソニックね、提携を始めてるみたいですよ。そういうことでね、なんかこれね、丸だから筒だからいいっていう、なんかそういう部分もあるみたいです。安全性とかね、そういった面でね。というふうに思いますけどね。で、これがパナソニックじゃないですね。だからまあ、軽く1兆円とか2兆円とか、ここはね、使いますよ。ね。しかしまあ、いずれにしても電池はいるんでね。うん、いいんじゃないですかね。まあ、たとえ仮にですね、車載用で使われないとしてもですね、で、例えばデータセンターね、大量の電池いりますし、それでその電気がいりますし、で、その電気がですね、一時的にその送電が止まった時でもですね、やっぱ蓄電池というの、そこでやっぱ電池がいるわけですよね。なので、そういう意味で言うとですね、非常にいいかなというふうに思いますね。まあ、こっちは、僕はまあ、いいです。無視してもらってね。まあ、知財の管理とかね、そういう情報システムとかやるところなんですけどね。まあ、こんなようなね、構成になってて、で、何がやりたいかというとですね、ここの一個一個のキャッシュフローを、要すると、を見ていくんですよ。多分、おそらく、月次ごとに見ると思います。それで、四半期でね、点数結構つけられると思うんですよ。で、要するに、くすみさんが求めてるのはですね、要はまあ、そもそもの松下幸之助の家族経営ね。で、あそこに和親一致ってあったでしょ。まあ、だから、要するに例えばできない子がいても、できる子が助けてやれよと。そして教えてやって、で、できない子を引き上げてやれよっていう、そういう教えなわけですよ。ね。みんな家族やないかと。同じ釜の飯を食ったっていうね。だからもう、それはもうほんまに、ええことやで。もうな。貧乏人はな、もうほんまにもうな、肩寄せ合ってな、生きていかなあかんねん。なんたみたいにも勝手にな、もう、ビール買うてきて、また飲んで。なんやって値段ちょっと下がった？さあ言うたってあんたで、ちょっとやろ？さあもう。うちがな、こうたっとるおえの飲みや。おいしゅないんかな、おえの。って言ってね。ですからまあ、その貧乏な時代はですね、それはあれですよ。肩寄せ合ってということで、まあね。で、しかも人もなかなかね、入ってこないような時代っていう、取れない時代っていうのはまあそのね、で、ちょっとできない子、で、普通の子、できる子みたいなのあっても、まあね、女の子お互い一緒にやっていこうよって、助け合って、ね、教えてやればいいじゃないかというふうに なっていくんだと思うんですけど、これが会社が大きくなるでしょ？そうね、できない子がいっぱいいるとですね、ダメなんですよ。でもね、これね、面白いことにですね、例えば2割ができないことをするじゃないですか。で、その2割をですね、仮に排除したとしますよね。切ったとしますよね。そしたらですね、この普通の子からですね、できない子が2割できるんですよ。これ面白いですよね。しかも本当に。ただ、企業の場合はですね、それは一緒の組織マネジメントの問題ですよね。よく言われるんですよね。まあ2割ぐらいが、まあね、ダメな社員がどうしても存在してしまうっていうね。でもですね、企業の場合はですね、その事業体じゃないですか。で、その事業体でですね、ダメな子がですね、増殖していくとですね、非常に困るわけですよ。で、できれば普通の子がですね、できる子に、ちょっとでも近づいてもらうということが必要なんですよね。で、それがですね、松下幸之助さん派のね、まあ、おっしゃってることと、ちょっとその反対のことかどうかはちょっとよくわからないですよ。でも、一番先頭にあるのはですね、産業報告ですから。ね。そうすると、やっぱできない子がね、まあ、いることによってですよ、会社がなくなってしまったらですね、産業報告はできないんですよね。だから、この2年の封印を解いて、まあ、今年の4月からですよ、このですね、この中にいろいろあるんですけど、それをですね、要は、ドラスティックにね、いやもう、分社したんだから、自分の責任でやんなさいと。ね。自分の責任で、キャッシュフローを上げ、キャッシュフロー経営ですから。ね。基本的に。キャッシュフローを、要するに、上げなさいと。で、稼ぎなさいというね。そういう子。まあ、要するに、これからは、4月1日からそういう圧力がかかってくるわけです。だ2年間は猶予期間なんですよ。なので、それがですね、果たしてですね、機能するのか。それともですね、そういう圧力がかかったことによって、東芝じゃないですけど、まあ、例えばね、ああいう認証不正みたいな問題がですね、まあ、どんどん起こってくる可能性もありますよね。だって自分の首が飛ぶかもしれないなと思ったら、ね、そういう方向に行くことも考えられるじゃないですか。これはね、わからんのですよ。だけど、まあ、社外取締役2人ですね、は、いい方向に行きつつあると。
いうふうに、まあ、言ってるんですけど、実際その4月1日からのですね、くすみさんのですね、くすみ社 CEO のですね、そのドラスティックなですね、やっぱこれね、事業切っていかないといけないですよ。不採算事業を。それしか方法ないんですよ。で、こういうパナソニックエナジーとかね、こういうのもどんどん頑張れ、と。ね。まあもうやれ、好きなようにやらせるんですよ。ただ、全体がキャッシュフローを上げていかないと、要するに、投資が生じるわけですから、それね、支えていけないじゃないですか。そういうことでですね、だからパナソニックグループなんかも、やっぱあんな浜離宮にね、カドマから出てね、行かせたっていうのはね、やっぱあれですよ。本当この、今、会長やってるんですかね、津賀さんね、このくすみさん、この二人が本気でですね、パナソニックを、このままじゃ危ないと。なくなってしまうと。東芝みたいに。っていうね。でも東芝ほどね、僕はですね、ここは腐ってないと思いますよ。やっぱね、松下幸之助さんが偉かったっていうのもあって。これ歴代何度もですね、要するに改革を試みてるんですよね。これね、もうちょっと前のですね、中村さんの時代ですね。こう中村邦夫さん。この人はですね、なんか、勲章もらってますね。あ、尺位ね。13位ね。この人はですね、プラズマテレビやってるんですよ。あれして大失敗こいつ。ね。社長退任後1兆円を超える巨額の赤字を、ね、連続で計上して経営危機を招いた人なんですよ。もでもこの人は2000年からってね、やっぱり松下変えようというね、ことで、まあそれでその大投資に踏み切るんですけど、それね、やっぱりこう、誤っちゃったんですよね。で、こう、大坪さんとかね、まあこの辺がまあその後こう、ついでね、やってきたんですけど、津賀さんね。こんな感じで。で、今このくすみさんに来たわけなんですよね。プレジェントですね。なんですけど、このパナソニック CEO が今だから30年間成長しなかった会社がこれまで持続できた本当の理由って、それ知りたいでしょ。なんかね、面白いですよね。それで、なんかこの人ノートになんか書いてるらしくて、ノートね。それでもなんかね、30年間成長してませんというね、もうね、なんかノートに書いてるらしいですよ。社長が書きますかね。それぐらい危機感があるんですよね。だからなんか従業員に読んでもらいたいという、そういう意味もあって書いたって言ってますね。そうなんですよ。で、まあパナソニックブランドの話なんかまあどうでもいいんですけど、まあブランド力はあると思うんですけどね。この低たらくでも30年会社が持った理由っていう、これは問題ですよね。やはり原点というのは大事だということで、物心一如の繁栄だと。物心一如ね、物と心で。これも、この辺は松下幸之助っぽいですよね。わかりにくいけれど、250年通用する存在意義ということになったら、このレベルのものになるんだと私は納得したんですと。逆に言えば、その長いスパンからこの先50年ほどを切り取ったらと考えると、一人一人の生涯の健康安全、快適、地球環境問題の解決ということになると。ということなんですね。ただ、そんなことを言って、ていたところで正直アナリストの評価が上がるわけでもないと。絶対上がりません。アナリストは 目先のことしか考えてません。それでもそうであっても私は負けるつもりはないと。いいですね、この人。負けるつもりはない。いいな。そういう人好きですよ。そもそもこの低たらくで30年会社が持ったのは結局根底にこういう思想があったからだと思ってると。あ、だから松下幸之助を否定してないんですよね。その意味では機関投資家の 理解はありますねと言ってますね。嘘はないと思うよ。で、トップがどんなことを発信していくのか、発信の比率も大事だと思っているということですよね。財務諸表とか財務面での目標に偏重してしまうと、心の部分がおろそかになるからね。あ、そう。心もじゃあ大事にするんですかね。キャッシュフロー。キャッシュフロー喪失を、ね、ドラマチックにやるじゃないですかね。日立なんかそうしてきましたよ。これで良くなっていったんですよ、日立はね。なかなかうまくいってるとは言い難いんだけど、財務的なところでは私は営業キャッシュフローと、投下資本利益ですね。ロイックですよね。以外は数字を見ないよと言ってるんですと。ほら、言ってるでしょ。キャッシュフローと、投下します。もちろん投下しますよと。だけど、それにリターンはどうなんだって。いうことですね。だから、営業キャッシュフローですら結果指標だと。そしたら、非財務の指標ってどう見ますかという話なんだと。非財務の指標で、例えば生産性が分かりやすいと。で、この方、トヨタにね、見に行ったんですね。で、その、トヨタ生産方式、だとですね、労働生産性と設備生産性と材料生産性、これを見るんですよね。だからまあ看板方式ってジャストインタイムで来るということになるんですよね。で、そこには景気や不景気は関係がないと。自分のパフォーマンスを上げるということにおいて何も変わらんと。だからコスト競争力にしても設計の面で部品点数を下げていくこともあれば、生産性を限りなく上げて効率よくものが作れるというものもあるということですね。トヨタ見に行ったんでしょうね、きっとね。こういうことをやっていくんだという発信と、経営基本方針的な発信で、私の発信の8割くらいになりますと。さあ、なるほどね。
非財務指標ね。これは生産性で見るんですね。ということで、利益や販売や営業キャッシュフローというのは全体に対する発信の中ではほとんどしてないと。うん、結果の報告はしますが、なんぼって言うところは関西人ですね。なんぼ目指しましょうなんていうことはしないと。なんぼ目指しましょうなんていうことはしないと。もちろん事業会社はそういう発信をするんですけれども、でも営業利益の目標、目線は低いやないか、みたいな話は事業会社の責任者レベルの人間との間でしかしないようにしているんですと。言ってますね。でもするんですよ、やっぱり。事業会社の責任者って、事業会社の社長ってことでしょ。だから、それはですね、見ると思います。だから、なんかね、その社外取締役2人と、が、まあ、出てね、アナリストミーティングやったら、その中で、やっぱり固定費が高すぎるとかね、もっとキャッシュフロー創出できるだろうと、こう生産性を上げたら、みたいな、そういう話をね、なんか、けんけんがくがくやってるらしいですよ。でね、そのけんけんがくがくが、本当にね、うまくいってるうちはいいと思うんですよね。問題は伝家の宝刀を抜いた後ですよ。ね。ただこの事業売却しますってやった時ね、どうなるかっちゅう話なんですよね。萎縮しますよね。そうね。と守りに入るけど、守れないということになったら何をするかというと、見せかけのキャッシュフローを上げるような、そういうようなことをね、に手を染めてしまう可能性。それだけの高い給料もらってますから。ということが起こるんですよね。人間って不思議ですよね。そういうことをしたら、結局は自分に跳ね返ってきて、いいこと一つもないのに、やっぱやってしまうんですよね。本当に。ということでですね、これね、見ていただくと、これ決算説明会資料なんですけど、まあ、業績はね、まあ今のところ第三四半期までいいんですけど、これがね、こっちキャッシュフローですよね。やっぱ相当意識してますよね。で、フリーキャッシュフローが2180億円なんですよ。ね。これは、第三クォーターの、まあ、累計、のところですよね。で、これなんか在庫削減とかで、前年から大幅に増加したっていうか、前年はもっと出てなかったんでしょうね。フリーキャッシュフローね。で、フリーキャッシュフローは大事なんですよ。これがですね、使い道になりますからね。で、まあ、投資が3800億って、これからもっといきますからね。で、その見合いとして何があるかって、もちろんこのフリーキャッシュフローも使えるんですけれど、ここにですね、有利子負債とですね、それと、社債っていうのがあるんですよ。これね、社債等って書いてありますけど、これね、増えていってます。有利子負債全額、全体としては。22年度末は1兆4571億円だったんですけど、23年度末、3年度の第3クォーターの末ですね。1兆5937億円ね。これ、負債、有利子負債か社債か、まあどっちかでしょうけど、多分社債がね、増えたんだと思うんですけど、まあ楽天みたいにこうならないでしょ？見ときますけど。ね。ですけど、これはですね、グロス資金はまあ、こっちのね、フリーキャッシュが増えてるんで、グロス資金は増えてるんですけど、まあ、有利子負債額としてみればですね、増えていってるでしょ。で、これがですね、今後のですね、投資によってですね、さらに、この、まあ、膨れ上がっていく可能性は高いんですよ。そうするとですね、攻めの経営っていうことじゃないですか。だから2年間封印したんですよ。だけど、今度の4月からは、それぞれのね、事業会社の、まあ、キャッシュフローね。どれだけ貢献したかという、それを精査して、それで、その不採算事業はですね、まあ、売却、あるいは譲渡、これをやってですね、で、切り離して、で、要するに、有望な、その、事業にね、資金を振り向けるということを、まあ、やると。なんですかね、まあ、その社内の風通しとか、上位下達の雰囲気とかいうのがもう、角間には満ち満ちてるらしいんですよ。ね。で、それをまあ、なんとか変えたいと。いうことなんですね。それでまあ、その事業、一つは事業会社制を取ったんですけど、その事業会社の中で物が言える雰囲気をそれぞれの社長が、まあ、作ってくれよと言ってるんですけど、まあ、社外取締役がね、たまに会ってね、こう話を聞いてとか言って、僕はね、あの制度はあまり好きじゃないんですよ、実を言うとね。だいたい社外がベタっと会社に張り付いてるわけじゃないですもん。で、それはまあね、まあ、工場に行って、ね、工場の管理者に話を聞いたりとか、現場の人に話聞いたりすることあると思いますけど、社外取締役って知ってますからね。それはね、悪いことは言わないっすよ。やっぱ、そうは言っても。だから、それでもってね、例えばその、この事業会社の可能性がどうとかこうとかいう話は、まあ、なんとも言えないですね。私も何ですかね、指名報酬委員会っていうのはね、はっきり言って反対です。なんでね、外の人間来てね、なんかその、要は、社長の交代とか選任を決めるわけですよね。そんなもんできるわけないじゃないですかね。そんなことしていいわけがないと僕は思うんですよね。
で、その人たちの、その、人を見抜く能力って誰が判断したんですかっていう話でしょ？とわかんないですよね。ということで、私はあれには反対なんですよ。やっぱりね、人を見る目というのはですね、あれですよ。徳川家康が一番持ってたんですよね。ね。だから、徳川家康はどうしたかというと、あれですよ。幕閣というのを作ったんですよね。幕閣。ほいで、その、ですね、その、トップというのはまあ将軍様がいるんだけど、その将軍様はもう単なるイエスマンでいいと。ね。で、その、実務をですね、実行していくのはですね、その普代の、ね、人たちで、で、その人たちがですね、その幕閣を形成してですね、ほんでもって、まあ、その、ね、政治を行うということで、あれ300年持ったんですよね、徳川家って。どうでしょう？ほんで、まあ、確かに明治維新起きたんですけど、そうは言ってもですね、それは幕末の最後の方はですよ、とにかく、幕府の側にも結構な人材が出てるんですよね。まあ、榎本武揚でもそうでしょうし、勝海舟もそうですよね。で、そういう人たちを、要するに、こう、重用してあげていったんですよ。やっぱ危機的な状況だからね。で、それもですね、僕は本当はですね、徳川の政治体制というか、その作り方のですね、やっぱこう、柔軟性っていうのをね、すごい評価できると思うんですよね。まあ、残念ながらね、徳川の世は続かなかったですけどね。まあ、それはどうでもいいんですけど、そう、やっぱりだから、そういうふうにね、なんかこう、指名報酬委員会で外の人が来てね、なんか社長決めるってあれ、なんかしっくりこないっすね。私はね。そうだったらもう、どっちかというと、選挙でもやってですよ。ね。あれ。で、選挙でもやって、社内選挙でもいい、社員選挙でもいいし、あるいは株主選挙でもいいんですけど、そういうのやって、トップ決めたらどうですかね。その方がいいっすよね。私はこうするとかね、好感があるとかね。そういうふうなことをね、やった方がいいと思うんですよ。ということでね、あんまりこの決算資料を見る気がしてないんですけれど、ですね、まあ、ここの、すごい重要なんですよ。これから増えます。なので、やっぱね、2024年ね、4月からですね、多分これは、収益の上がってないね、事業ね、これはね、ちょっとね、厳しい査定をね、されてね、それで、給与減らすとね、やる気ただになくなりますからね、そうもいかないんですよ。で、それよりもですね、やっぱ事業ですね。これを再編というか、まあ、引き算ですね。で、引き算が足し算になるんですよ。こういう、ジャイアントな会社はね。なので、まあ、やっぱ私はですね、これ、おそらく、くすみさんね、4月からそれをね、実行していくんだろうな、というふうに、まあ、思ってます。で、これですね、ちょっとね、まあ、この暮らし事業とか、このセグメントのところはね、まあ、見ていただくと、ちょっとだけ説明しますけど、ですね、この会社ね、これ、2023年度っていうのは、今度の3月期の見通しなんですけど、セグメント別に落とし込んでいきますとですね、なんといってもね、この暮らし事業の3兆4800億円、これもダントツにでかいんですよ。で、その次がですね、オートモーティブね、これが1兆4900億円。これはまあ目標ですけどね。そしてその次、ブルーヨンダーね、7800億円で買ったコネクトね、樋口さんとこね、これは1兆1800億なんですけど、インダストリーがね、それに負けず劣らず1兆400億なんですよ。これちょっと減りますけどね。これね、なんかね、ヨーロッパの方でヒートポンプね、あれがもう去年とか一昨年爆発的に売れたみたいなんですけど、まあロシアとウクライナのね、あれでね。なんですけど、それがまあちょっと反動があるみたいですね。で、エナジーね、電池事業ですね。これ9060億なんですよ。一番劣後するんですよ。で、もう何と言っても一番大きいのはこれですよ。ドルツ。ダムダッシュ。ね。洗濯機、冷蔵庫。そうなんですよ。あと、ビエラね。ビエラ。ビエラのパネルはもう、パナは作ってないんじゃないですかね。パネルどうしよう。あれですね。ジャパンディスプレイとパナで JOLED でしたっけ ?JOLD でしたっけ？なんか、そういう新会社作りましたよね。有機 EL のね。そっから入れてるんですかね。ちょっとよくわからないですけど、まあ、別にそれはどうでもいいんですけど、ただね、ちょっとね、これにね、この暮らし事業が一番どでかいんですよ。だって、全体で8兆4000億だけでしょ？それで、まあ、40% ぐらいですよね。これをですね、4割ぐらいの暮らし事業が占めるんですよ。だから、ここの利益率がですね、3.6% 営業利益ですね。しかないっていうのは、これが問題なんですよ。一番問題があるんですよ。そうでしょ？だからね、ここをですね、持ち上げないといけないんですよ。
ということが大事だと僕は思うんですよ。っていうのは、これ言われてる 3.6% 覚えておいてくださいね。でね、ちょっと私はですね、いつもね、腹立つのはね、腹立っててどうすんだお前って感じですけど、これあの、ダイソンのですね、ちょっと資料があれなんで、2022年12月期ですね、これが前期比で 8% 増の65億ポンドの売り上げで、1兆1600億円ってなってますよね。それで、ですね、EBITDA ですね、利払い、税、タックス前、食卓前、ね、これが利益ですね。これがですね、まあ、減少はしてるんですけど、13億ポンド。つまり 20% ぐらいあるんですよね。EBITDA なんで、ここから償却引いて、それで、まあ、利息はまあそんなにないと思うんですけど、まあ、税金ね、これ引かなきゃ。まあ、この税金をですね、あんま払いたくないからシンガポール行ってるんですよね。それでですね、まあ少なくともですね、ここで見る限り 10% 以上のですね、ダイソンの営業利益はあるんですよ。あのね、あのサイクロン掃除機みたいなやつあるじゃないですか。あれもうパナが昔作ってるんですよ、一回。それでね、ダイソンがね、あのもうお高い値段で上陸してきてんですよ。おいでもってなんか家電量販店のダイソンのなんか神々しいコーナーがあったりするじゃないですか。どういうことなんだというふうに思うんですよね。なので私はですね、本当にね、あの、このね、暮らし事業ね、暮らしアプライアンス事業、あの、家電事業なんですけど、これもね、ちょっとね、本当にね、本当にワンアイテム、ツーアイテムで、巨額の、まあ、その高い利益率を誇る、そういうですね、ブランディング、そういうのをね、まあ、作らないと、僕はね、やっぱダメだと思うんですよ。これね、やっぱりね、ものづくりの会社なんで、要するにその、コストがいくらね、高くても、その分価格を上げて、そのブランドがですね、消費者に欲しいと思わせれば、それでいいわけでしょ？だからそこを考えたらですよ、iPhone なんてね、値段上げても買いますよね。皆さん、まあちょっと中国では値下げせざるを得なかったみたいですけど、まあ高いですよ、はっきり言ってね。だからそういうことが、やっぱね、そういうことに、あの、パナソニックは挑戦しないといけないと思いますね。だからそもそも高いんですから、パナの製品って。ね。それで、こう、利益率が劣るっていうのはね、ちょっとどうかなと思うんですよね。だから、ワオという製品が作れないということなんですよね。あの、すごく安全安心なものっていうか、まあ、そうは言っても結構不祥事を起こしてますけど、割と作れるんですけど、それはそれとして。やっぱりね、ここがね、売り上げもでかいわけですから。だからいろんなことできると思うんですよ。でそういう中で、やっぱり超高あらりのヒット商品を作ると。ちなみにあの、美顔器とか、もう何十万の世界らしいですよ、今は。100万ぐらいする近いのもあるらしいですよ。そういうのって、パナはやってんですかね？わかんないですけどね。ただその普及品みたいなところに近いようなところでちょっと高いみたいなことやったって、やっぱ基本的にはダメだと思うんですよね。高い利益は取れないと思いますよね。ただやっぱ本当、まあ、このですね、会社のちょっと前の、スローガンで、Ideas for Life ってなったんですね。生活にアイデアをっていう。だからそのアイデアをですね、やっぱイノベーションに変えた方がいいですよね。イノベーションフォーライフですね。そういうふうにやっていかないと、私はダメだと思うんですよ。でですね、ちょっとね、まあ、エナジーのところは先ほど言ったようなことなんですけど、ちょっと感じられるのはですね、ちょっと面白いなと思ってるのは、一番最後にね、成長領域の取り組みということで、車載電池、サプライチェーンマネジメントソフトウェア、これ、ブルーヨンダのことです。で、空室空調ね、これ、まあ、要するにエアコン関係ですよね。これ強いんですよ。それで、車載電池に関しては、まあ、こうね、先ほど申し上げましたように、あの、アメリカの FTA ね、結んでいる国の中でのサプライチェーンを構築して、もう北米をね、一大生産拠点にするということなんですよ。それで、販路はマツダとかスバル、だからトヨタがいないでしょ。トヨタも組めばいいのにね、と思うんですけど、まあトヨタね、独自の道を行きたいみたいですから。まあ、あの、テスラと仲良くしてるのが気に入らないですよね。でもこれ、あの、リスクあるとしたらテスラから捨てられることです。危ないですよ。ね。あんまり儲からせてもらえないかもしれないしね。というふうに思いますけどね。それで、ここにありますサプライチェーンマネジメントソフトウェアのところでブルーヨンダーってあるでしょ？これはですね、ここにね、2022年、もうこれ断トツですよ。2022年の5月ですから、それこそ2年前ですよね。去年の話じゃないですよ。一昨年の話ですよね。で、5月にですね、この時に、多分これ軌道に乗ったら上場を検討するよぐらいのことを言ったんだと思うんですよ。で、グローバルでの競争力強化成長加速に向けて、ブルーヨンダーを中心とした、サプライチェーンマネジメント事業の株式上場を検討中って言ってるでしょ。で、これね、これやると思いますね。それで、この、返品管理機能に強みを持つ、
イギリスのドドル社とかいうのを買収もしてるんですけど、これね、ブルヨンダーはですね、まあ、合わないです。パナソニックに。樋口さん、申し訳ないですけど。で、それはですね、もう上場してね、で、まあ、持ち分で、パナが持ってる分にはいいと思うんですけど、パナの一事業って、だって自分でね、浜離宮のところまで、ね、門間から出てですよ、離れていってんですから、もうこの際早く上場した方がいいと思うんですよね。で、これアメリカで上場したら結構なね、あれですよ、時価総額になると思うんで、お金入ってくるんですよ、パナソニックに。そうすると、パナソニックにですね、成長事業への投資資金ができると思うんですよね。まあ、クイズ空調はともかくとして、しかし一番重要なことはですね、私は思うんですね、まあ、こうダイソンの事例を見たら、ダイソンのことを本当に悔しいと思わないんですかね。私だったら思いますけどね。なんでこんな利益を出すんだみたいな。あんなもので、みたいな。なんであんな高い値段で売れるんだって。そう思わないといけないですよ。で、場合によったらね、ダイソン買収するぐらいのね、気概があってもいいかなと思うんですよね。なんかダメですよね。そこがね。それがね、やっぱ、あれですよ。まあ、NTT も i モードでね。なんか、要するに、アップルに結局は敗れ去ったわけでしょ。そういう、だから、なんていうんですかね。これまでの延長線上でしかものを考えられない。で、そういうような、体質ですね。まあ、それが一番ちょっとね、パナソニックにとって。それ、いい面もあるんでしょうけど、お互い助け合っていくっていうね。しかしながら、やっぱすっとんきょうなね、誰かが出てきて、こんなものを作りたい、こんなものを作ったらね、みんなびっくりするぞ、みたいなね、そういうことをやらないと、ダメじゃないですかね。優秀な人いっぱいいても、単にね、今やる、目の前のことをやるので優秀な人と、新たなことをですね、まあ、考えつく、そういうね、イノベーティブな発想をするのとは、全然やっぱ質が異質だというふうに思うんですよね。だからまあ、これからね、ちょっと首を絞めていくんだと思うんで、利益はね、当面はね、ちょっとね、上がっていくんじゃないかなというふうに私は思いますね。だって、不採算事業を切って利益上げるのが一番簡単ですもん。ね。それはもう最も簡単です。で、しかも2年間猶予を与えてますから、2年間猶予っていうのは、いきなりやると、やっぱりコストカッターみたいに言われるからなんですよね。くすみさんの本音はそうだと思います。なので、私はですね、ちょっとね、パナソニック。まあ、本格回復みたいなことですね。それがどうなのかっていうのは、まだ、疑問を持ってますけど、しかしながら、まあ、利益がね、まあ、これ今8兆4000億でしょ。10兆円ぐらいまで積み上がってくるような、そういうのはあってもおかしくないかなと。少なくとも2007年ぐらいの9兆円とかから、まあ、10兆円に行くようなね。そういうのはあってもおかしくないかというふうにまあ思うんですよね。ということで、本日は終わりたいと思います。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記、本日はここまででございます。パナソニックね。パナソニックはなんか歌ありましたっけ？日立はあれでしょ？あの木、何の木、なんとかの木でしょ？それから、東芝は光る東芝でしょ？松下電器はなんか売ったなかったかな。パナソニックの CM の話はどうでもいいんですけど、今日ね、やっぱり、ちょっとし、一曲ね。一曲ね。窓を開ければ、明かりが見える。メリケンハートバーの日が見える。っていうことでね。古い歌ですよね、これね。ディールっていうのもありましたよね。ビートたけしが歌ってましたよね。リルの歌は好きですね。メリケンハートバーとは違いますよ、またね。ということで、まあ、今日終わりたいと思いますけど、まあ、適当なね、めちゃくちゃなチャンネルでございますけどね。アホなやつがやってますけどね。あんま信用しないでください、私の言ってることはね。ね。ということで、まあね、波長の合う方だけね、チャンネル登録をね、していただければよろしいんじゃないかなと思いますね。あと、何ですかね、高評価ボタンお願いしますね。メガリクエストね、ちょっとね、自分勝手にちょっとパナを今日はちょっと見ちゃったもんですからね。まあ、やりますから、そのうちね。じゃあね、またお寄せいただければいいかなと思いますね。ということで、長時間のご視聴、本日も誠にありがとうございました。ではでは。